はい、いつもありがとうございます。パーソナルプロジェクトでアベンジャーズのエンドゲーム、はい、こちら3つですね。ご依頼者、サキさんです。で、一個一個ね、ちょっと待って開けていきます。はい、前回ね、真田さん初でしたということで、はい、よかったです。はい、今日はどうでしょうかね。まあ映画もね、これからこうちょっと新作が、上映がね、見送られていく。果たしてまあね、映画館どうなんでしょうね。開放するわけにもいかないですからね、音漏れとかあるからね、難しいよね。はい、ということでね、やっぱりメーカーとしてもね、上映前にカード出すわけにはいかないので、まあアベンジャーズこれがどうなんでしょうね。まあ、長い目で見たらあのハリーポッターみたいになるんじゃないかなっていう気はしませんかね。うん、まあ、あのハリーポッターもね、店長最後はね、ほんとね、売れなかった、真面目に3位箱1入ってる商品だったね、全然売れませんでしたよ、真面目にって感じでしたもん。うん、それが今500ドルぐらいでしょ、箱。そんなもんっすよね。ね。はい。じゃあいきます。カードを種別分けながら、で、3箱ともね、同じような分け方をして、はい。まとめてお送りします。はい。これね。あ、サインだった。しかもこれ、ウィンターソルジャー。ですね、はい、これはもう初めにね、プレートをお客様に当ててね、はい、覚えてます。セバスチャンスタンさんで、まあ、キリ入ってるのかな、結構綺麗に入ってますね。はい、1泊目サイン来ました。かっこいいですね、写真がいいですね。はい、はい、1泊目オート来ました。これもね、ちょっとレアですよね。出にくいというか、水、うん、そんなに見ないですね。さあ、あと2ヒットがあるかどうか。まあ、パラレル等もね、まあ、かなりランダムですけど、パラレルない箱とかもありますからね、普通にね。うん、はい、ということで1箱目。はい、前回真田さん当ててね、うん、今回はセバスチャンさん、はい、1箱目から好調ですね。よいしょ。はい、2箱目で、こちらね、今日入荷分ご注文いただいたんですけども、今日来た分はもう全部完売で、在庫切れで、で、次は水曜日一応予定ですね。水曜日もまあ2ケースぐらいかな、来るのがっていう感じでさ、こっちか、はい、水曜日来る分もまあなくなっちゃうような気がします。いや、ただやっぱりね、フェデックスとか UPS がかなりこうなんとか税、なんとか手数料値上げみたいな、なんとかチャージみたいな、コロナが落ち着くまで、当面の間みたいな感じになっちゃってきてるんで、まあ、今までと比べたら送料がえっていう値段でしたまあしょうがないですよね、うん、はい、じゃあいきます。2箱目。プレート、プレート、オートあるのこれ。ああ、なるほどこれのオート初めて見たよ。うん、でも
いつもよく見るあのコラスさんじゃない、ソトさんの方。プレートオートス。おいっすね。おいっすね。おいっす。はい。200個連続オートです。はい。おお、いいですね。って。ちょっと店長、口癖ですね。はい。お、指パッチン。83番。よいしょ。まあドリフ世代ですからね。うん、まあ8時ね、土曜の8時は全集合でしたから、そういう世代でしたから。34の125。はい、ドリフ見たらもう9時には寝るっていう、はい、でしたね。はい、まあいいか、200個目。あ、いいか、一応、はい、よいしょ。外さんのプレートオートでした。まあこれまあまあいいでしょう、ありでしょう。はい、で3個目。よいしょ。さきさんもね、お店で開けたいでしょ。うん、わかりますね。でも一応全国にこうね、発令されましたけど、やってる方はやってますけどね。まあなんとも言えないですけどね、そこはね、うん、他社さんのやっぱ考えがありますからね。よいしょ。よいしょ。まあオーナーさんの考え次第だと思いますよ、店主の考え方次第。うん、まあ一番はね、お客さんが多分分かってると、はい、店長は思います。はい、そういうとこには行かないね。民度ですかね。うん、よく言いますけどね。はい、じゃあいきます。3個目。さあ今のところ2箱連続サイン。2箱連続サインで3箱目どうでしょうか。あ、はい、ワンショットサインついてるかどうか。あ、はるくはないか。はい、ということで3個目はワンショットでした。まあでもこれもマスターで開けても2、3枚ぐらいじゃないですか。はい、でエクスクジットも多分同じぐらいな出現数って考えれば、これ11番ですけど、まあメンバーによるかな、そんなに多くはないと思いますよ。1人100枚ぐらい。まあエクスクジットが49と25じゃないですか。まあ、その倍あったとしても100ぐらいしかないんじゃないかと思われます。あとはちょっとラインナップの数ちょっとわからないですけど、まあ、そんなに多くはないと思うと後からじわり来るんじゃないかなって思いますけど、まああとは集めてる方次第かなっていう感じです。はい、お、指パッチン200個です。83番。これもランダムですからね。はい、ということで3箱目はワンショット。まあある意味レアな箱を引いてます。ちょっと55のローダーがもうないんでね、後で入れておきます。75に入れておきます。はい、ということで、はい、このような感じでした。3箱のパーソナルブレイク、やっぱ面白いですね。いいですね。うん、はい、こんな感じ。これもね、外さんもまあプレートで紙のオートのワンオーバンっていうのはないでしょ。見たことないですけど、多分ないと思いますけど、するとね、はい、いいと思います。はい、じゃあありがとうございました。またね、よろしくお願いします。